この子と暮らし始めて1週間、ここでの生活には慣れてきたみたいだけど、時々見せる表情が気になる。何か力になれたらいいんだけど。これ、私が新米だった時に使ってたものよ。つけてみる？あ、ほら、こうやって結ぶのよ。毎朝こうやって髪を結びながら気を引き締めてたの。強くならなきゃって。小さい時から強かったんじゃないの？いいえ、これをつけてた頃は失敗ばかり。一人で何とかしようっていつも焦ってた。はっ！その蹴り技、あの男に。あの男、まさか父さん？ふん、君は何も知らないのだな。答える気はないってことね。それなら、君の美はまだつぼみだ。咲き誇ったバラの完璧さには届かない。しかし、つぼみが開く時を待つのもまた一興か。父さん、ICPO のチュンリーだったな。ここで何を？シャドルの幹部、バルログの目撃情報を追ってきたの。まさか一人でか？許可が降りるのを待ってはいられないわ。私には彼らを追わなきゃいけない理由があるの。お願い、このまま行かせて。どんな理由があろうと、市場に振り回される人間は捜査の邪魔だ。気持ちはわかる。だが奴らは危険すぎる。危険なことなんて百も承知よ。だからこそクンフーを積んできたの。チュンリー、一人でも戦えるように。わかった。そこまで言うのなら、君の実力見せてもらおうか。力のないものを戦場には出せない、当然のルール。ええ、わかっているつもりよ。なるほど。これでも決められないなんて。君は強い。だが単独捜査は許可できない。そんな。私たちと協力するというのはどうだ？なし。でも。疑っているのか？シャドルの内通者かもしれないと。そういうわけじゃ。行こう。バルログの潜伏場所は分かっている。ふん、雑魚どもの慣れ合いか。私が手を下すまでもない。バルログ、行け。
貴様らに似合いの相手だ。てぃ、噛むところで調子乗りやがって、慣れてみろ。俺たち、ギッチギチにしてやるぜ。ヒュー、帰っこしな。はい、うわ、行け。ここは私たちに任せろ。ありがとう、二人とも。見つけた。私に追いつくとは。だが、君一人で何ができる？私は一人じゃない。今度こそ負けるわけにはいかない。青江な、つぼみのままで散る定めとは。あなたを拘束します。さあ、父さんのことも話してもらうわよ。過去の影を追い求めるその目、その姿、美しい。そうだ、私は君の父を知っている。そしてその末路も。また会おう。君が花開いた時に。誰も頼りにできないと思っていたの、ずっと。二人とも力を貸してくれてありがとう。もうこんな無茶はするなよ。奴らは手強いぞ。分かっているわ。でも諦めない、これからも。さあ、できたわ。ありがとう。私も誰にも頼れないと思ってた。リーフェン、私も強くなりたい。お姉ちゃんみたいに。なれるわ。みんなで力を合わせれば何だってできるの。一緒に頑張りましょう。